今日は皆さんにお願いがあります。今日ライブが全て終わった後にこの T シャツを販売させていただきます。この T シャツを買ってください。この T シャツを買っていただけましたらば1枚につき1000円を福島のいわきに現金として送りたいと思っています。福島のいわきには昔我々が活動を共にした SVS というバンドのヨミという男が住んでいます。ヨミはいわきに帰った後に学校の教師になりました。それでその学校は今回の大震災で被災してまた避難所にもなりました。今福島原発の作業員の中には彼の教え子もいるそうです。皆さんから T シャツを買っていただいた義援金は大切なお金なので日本赤十字や地方共同募金を通さずに我々が責任を持って直接手渡しました。この時だからこそ我々はパンツだからこそできることをやらなければいけないと思っています。何とぞご協力のほどよろしくお願いいたします。泣きたいけれど泣けません。泣きたいけれど泣けません。泣きたいけれど泣けません。泣いている暇はないんです。泣きたいけれど泣けません。泣きたいけれど泣けません。泣いている暇はないんです。日本は絶対死にません。日本は絶対死にません。日本は絶対死にません。
でもアンチのスピーカー買って音がでかくなったんだって。いや今日でかかったんですね。なんかねスピーカー買ってでごまかしか聞かない音なんだ。はっきり出ちゃうらしい。音がでかいなと思ったんだ。最近結構ライブ厚めにしてる割には全然音が出ない。何をやってるのか分かんない最近だな。なんか綺麗な音なんだってね。これは確かに。どうぞ。しょうがないです。招待客しかないです。Thank you.
Thank you.
解散に至った経緯というのを簡単にちょっと説明させてもらいます。俺たちはメンバーが一人でも脱退したらもう解散ということを何十年も前から決めていたんですけれども、今年の3月にフグが脱退しました。その、まあ、脱退した理由は後でフグに話してもらいますけれども、その時に3月にもうそのまま解散しようってことになったんですけれども、それから一晩考えてどうしても納得できなくて、去年新譜を出して中村さんにすごくいい録音してもらって、それを人前で一度も演奏しないで解散するっていうのはどうしても納得いかなくて、メンバーと話し合って1回だけライブをやろうと、それで終わりにしようということでやったのが今日のライブです。できました。今日の無告知にした理由は、告知してしまうと、いつも来てくれている常連のお客さんが来れなくなったりとか、抽選とかになった場合、そうなってしまうと、やっぱりちょっと俺としても、本意ではないので、公表しないで、いくちゃんから、オグリンから、一人づてに、声をかけていただきました。それと今日無料にした理由というのは、やっぱりフグがいない3人ではガーゼのライブは絶対できないということが分かっていたので無料にしました。でも本当に今日のライブの意味というのは、お客さんに見てもらうっていうのが本当の意味じゃなくて、もうガーゼのライブはできないんだってことを自分に分からせる、自分を納得させるために、もうこれ以上ライブができないってことを納得させるためにやったライブ、これが本当の意味です。今日は現場コーナーに皆さん、メンバー全員名古屋からライブもないのに来てくれて本当にありがとうございました。健吾さんもありがとうございました。不思議なもんで、俺たち40数年間バンド活動を続けて、その時代その時代でいろんなバンドと対バンさせてもらいました。でもなぜか原爆と一緒にやると、なんていうんですかね、落ち着くというか、やりやすいというか、相性がいいというか、やってる音楽は違うんだけれども、やはり根っこのとこで繋がっている原爆の話、大好きです。ありがとうございました。あと、ど素人誠は明日、でかいライブがあるのにわざわざ来てくれて、本当にありがとうございました。よろしくお願いします。あと野添、いくちゃん、ゆかりちゃん、ごちょう、まゆみちゃん、いつもライブ手伝ってくれてありがとうございました。本当に感謝してます。あと今日は去年レコーディングしてくれたエンジニアの中村総一郎さんも来ていただいてます。初めて見ていただいたんですけど、もうとてもいい音源作っていただいてありがとうございました。これが一番、今回のアルバムが俺個人的には一番気に入っています。ありがとうございました。あと T シャツを作ってくれたマーク X の長野さんも本当にありがとうございました。あとアンチノックの関川うちの、長い間俺たちのホームグラウンドとしてアンチノックでやらせていただいて本当に感謝しています。ありがとうございました。それと、今日来ていただいたお客さん、情報を漏らさずに約束を持ってやってきてくれてありがとうございました。まともなライブはできなかったけれども、俺たちこれ半年間練習した精一杯です。俺ボーカルじゃないからこれ以上はできない、こんなもんかなと思っています。それとあと中村千尋さん、今日料理、素晴らしい料理いっぱい作ってくれました。本当にありがとうございました。これからみんなで遠慮しないで召し上がってください。ただし完全のロゴマークついてるやつは俺に承諾を得てからじゃないと手をつけちゃダメです。その時よろしくお願いします。
あと最後に、もしかしたら聞かれるかなと思って先に言っておきますけど、俺はもうバンド活動はやらないし、ベースも弾きません。今日が最後です。理由は、俺はもうロックが好きなわけじゃないし、楽器を触るのが好きなわけじゃないし、ただガーゼをやりたかっただけなので、ということです。ただ、ずっとパンクスではいるつもりです。います。なぜかというと、昔から言っているように、パンクというのは自分に責任を持つことであるから、これから自分に責任を持って生きていくということは、ずっとパンクしているということです。どうもありがとうございました。次、ちょっとメモリン、メンバーからも挨拶させてもらいます。メモリン。シュさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと簡単にね。1981年ですか。11月1日、着物前ハウスで、初ライブをして、2020年、11月の26日、今日ですよね、41年間、やってきました。まあ、こんな形で、ね、お別れするのもあれなんですけども、ありがとうございました。どうも、簡単にすいません。もう、ありがとうございます。人からも普段仕上がらないから一緒に挨拶。これにて終了です。感謝します。ありがとうございます。あと今日一曲歌ってくれたフグから見事脱退した理由についてもちょっと簡単に。まずは皆さんに謝ります。どうも、自分がの原因で、来るとなって、どうも。すいませんでした。事情説明すると、去年の今頃ぐらいからか、なんか仕事がちょっと辛いと、なんか足が、関節が腫れてきて、で、まあ、釣り革とかにぶら下がっただけでも指が腫れるとか、腕になって。で病院女子医大の方に紹介されていって関節リウマチだということになりました。で、この病気はなんか治ることがないと。ただ現状を維持できる薬は今ある。で、まあ、家族の事情で娘が6年前に膵臓がんで亡くなって、で自分が孫たちを育てているようなもんで、自分までが倒れちゃったらもうどうしようもなくなるんで、やっぱり健康でいたいっていうか、体をもうまずまずになったらもう仕事できないんで、でそういう事情でやめるっていう決意を伝えました。本当にすいません。ぜひかアンチの皆さんとかガズのみんな、今日来てくれたお客さん、本当に感謝です。ありがとうございました。よくさん、ありがとうございます。一応皆さん料理召し上がって打ち上げ参加していただくので、アンチの子のためにもドリンク買ってくださいね。お願いしますね。じゃあドリンク持ってる人、俺今持ってないけど、本当今日どうもありがとうございました。乾杯。ありがとうございました。鍵が開いてない。ごめん。
みんな車気をつけて。
げの必死に
股を開いて腰を落として時計回りに右手をひねって、道で歩いてみる。